白昼の銀座に現れたそれは、この世界とは違う異世界とつながっていた。二つの世界をつないだものを人はこう呼んだ。ゲート、自衛隊かの地にて各戦えり。2015年7月、テレビアニメ放送開始予定。異世界へのゲートが間もなく開かれる。